グラフを書く問題をやってみました。1番、2番、え、3番、4番やったんやけど、このグラフ、大きく分けて、2種類に分かれているのわかるかなちょっとぐちゃぐちゃってなってるグラフと、まあまあ綺麗に描けたグラフとか、そういうのじゃなくて、グラフの形というか、向きです。1番のグラフって、y イコール 2x やね。ちょっと書いていこうか。y イコール 2x のグラフは、こう。 右上がりのグラフになったよね、こう上っていくような感じ、どんどん増えていく感じです。二番のグラフ y、y イコールマイナス 3x は右下がりです、減っていくグラフになってね、x が増えれば増えるほど、y は減っていくグラフになった。で、この三と四も、どっちらもこれ、減っていくグラフよね、y イコールマイナス x。四番は y、y イコールマイナス二分の 1x。こうだん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 減っていくグラフになってな。 これなんで2つに分かれたんやろ ?1 だけ右上がりのグラフやねな。2、3、4は右下がりのグラフになってます。これの違いって何なんやろね気づいたかなそうなんですか。1番だけこの x の前の係数がプラスになったりな、ここはマイナスなってます。マイナスなってます。マイナスなってますよと。つまり、 何が言えるかっていうとこの x の前の係数まあ比例定数やね比例定数がプラスの時はこういう右上がりのグラフになるんですえ、そしてマイナスの時は右下がりのグラフになりますよとまあ当たり前なだってこれ y=2x で、x が2倍3倍になれば y も2倍3倍になっていくグラフやからその割合だけ増えていくんやねこうやって。 こ全部二ずつ増えていったな逆にマイナス 3x の時は x が増えると y は減っていくよね x が二倍三倍になれば y はマイナス二倍マイナス三倍になっていくので三減ってますよと三下にいっていますよと減ってますよとこういう形になっていきますこれも比例のグラフの特徴です比例定数がプラスやったらグラフは右上がりです マイナスやったらグラフは右下がりな,んですなのでこの x の前の数は比例定数と言っていたんやけどこのグラフの時はこのグラフがどんな形になるのかっていうのを決めているのでグラフではこれを傾きと言ったりしますこの数字でグラフがどんな形になるかグラフがどれぐらい傾いているかっていう傾きが決まってくるからやねんななのでそういう意味で見ると 例えば2番のマイナス 3x、x の前の係数が大きい場合は、こういう急な傾きにならね、ここの角度は大きくなっています。でも、例えば4マイナス2分の 1x、これは小さいよね、3に比べると絶対値が小さいです。こういう場合は、ちょっと緩やかなグラフになるんです。ここの角度、小ゃいね、4番のグラフを見たら。 2番のグラフ急なグラフになってます。それはこの比例定数傾きが傾きの絶対値が大きいからですこのよういうグラフの特徴がありますよとちょっと言葉にまとめると比例のグラフでは y=x のぐらいね前にも特徴原点を通るっていうのと直線になるっていう話もしたと思うんけどこれはグラフのそれぞれのタイプでの特徴です えっと比例定数これ A にしとこうか Y イコール AX のグラフでは A がゼロより大きい時ときっていうのは要はちょっと難しい書き方してるけどここがプラスのときはねグラフは右上がりなのにな右上がりになりますよとで逆に A がゼロより小さいとき いうのはグラフはは右下がりりりになります。0より小さいといとのってこれを例えば左上がりとか左下がりとか言ったらね右上がり右下がりっていうのが決まりになっていますこっちの方が分かりやすいからねこの比例のグラフの特徴っていうのも押さえておくようにしてください